とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はデイリークエストやっていきます。ゲイル聖域ですね。報酬がアーティファクトになってるので、カバンが出る可能性があります。俺、カバンがね、まだ253なのよ。256が欲しい。ということで、やっていきましょう。ただ今回のクエスト、モブが変更をつけてます。変更付き。なので、カバンビルドとか、バブルバスターが使えません。うん、しかも HP が1なので、結構きついと思います。装備これ。怒り、ウィザーアーマー。これでいきます。クリティカルがついてるので、火力としてはね、全く問題ないと思う。全然余裕で倒して、いけるね。うん、一発、こんぐらいだ。おい、出ればいいでしょう。防護の敵でも、あれぐらいのダメージを与えて倒していけるので、まあまあまあいけるかな。ちょっときついかもしんないけども、これでちょっと進んでいきましょう。いけるわ、いけるいける。6% 吸収と、この武器のリフレッシュ、吸血。これでいけるよ。うん。変更点でクリティカルだから、100% クリティカルが出るしね。ただ、トゲが来たら死ぬ。そのリスクがあるんだよな。この怒りっていうのがさ、トゲには要注意だけど、まあ、出た瞬間に攻撃をしちゃうから、もう、その時は仕方ない。なんとか耐えてくれることを祈るしかないですよ。吸血があればなんとか耐えれるのかな？どうだろう？ちょっとわかんないですけども。まあ、これで進んでいきます。頑張ろう！エボーか、余裕でしょ？ああ。あ、大丈夫。HP 全然減らん。余裕だわ。やっぱり、注意すべきは、トゲだけだな。うん。トゲのやつが来ない限り、おそらく死ぬことはない。あっぶねあはははは。いや、耐えてるね。耐えてるね。すごい。ちょっと今気づいたんだけどさ、アーティファクトシナジーって、これ蓄積だったっけ？なんか4回とかになってるんだけどさ。え、どういうこと？蓄積じゃなかったよね。あ、ただのバグか。ああ、表示バグだ。そんなはずないもんね。うん。あ、これは一回きりのやつだから。そうだそうだ。間違いない。なんか、おかしいなと思ったんだよね。そうか。でもやっぱね、このね、怒りは強い。めちゃくちゃ強い。クリーパーの防護とかが出てきても大丈夫だもんね。普通は防護のクリーパー来たら結構ヤバめな感じになるけど、一発で仕留めることができるんで、全く問題ない。これ下手な装備をつけてくるよりも、全然安定するね。久しぶりに、この近接でやってるけども、全然強い。うん。本当に。驚くほど安定してる。ここキャプテン少ないけども、一応ここの先に1体は確実にいるんだっけ？なんか確か、この先んところにいたような気がするんだよな。一応倒そうか。お、ラビジャーがいる。しかもエンチャント。余裕だね。余裕余裕。あれ、いない、あ、ちょっと待って、あの洞窟の中か。え、ここ洞窟あることってあるんだ。これ初めて見たかもしんないぞ。わお、ラマばっかり。これひどいな。うわあひどい。大電ラマ。しかもあの数。勘弁して、ワンパンじゃないし、しかもなんだこれ、マルチショットとかついてんじゃん。ひどいひどい。え、キャプテンいるかこれ。なんかいない気がする。
いや、いなかった。ってことは、今回キャプテンゼロか。うん、今回ちょっとキャプテンは、いなさそうっすね。ちょっとショックだな。キャプテン1体ぐらいいればね、いいんだけど、あ、でもそっか、アーティファクトの、報酬には別に何も問題ないのか。そうね、ただクリアすればいいだけだから、そうだわ。あ、羽装備してないからこれ取れないか。まあいいや、別に普通の装備は251しか出ないし必要ないかな。よし、じゃあもうちょっとでクリアです。おいおい、ひでえなひどいぞ。よし、ボスまでもう少しか。よっしゃ、オッケー。やっぱこのね、ウィザーもいいな。霊気ってすごい安定する。オッケー。普通だったらこのアポカリプスプラス25でこのエンチャのやつに囲まれたら死ぬんだけどね。全然余裕だ。よし、ボス来ました。あと1回死んだら終わりだね。ドラは持っていこうか。ドラはちょっと装備しときましょう。 OK。 あ、そうか、そうだそうだ。あ、ミスった。でも大丈夫か。大丈夫ね、全然余裕。ちょっと待って、お前をまず倒して、もう毒でそのまま倒そう。 OK。よし、直接いっちゃいましょう。あー、でもあんまダメージ出ないな。なんでだ。あ、そうか、ダイナモとかそういうのつけてないからか。やっぱ正攻法でいくか。若干ダメージが少ない。ここまで時間も変わらないだろうし、正攻法で倒していきましょう。じゃあ、オッケー。まあ、こんぐらいダメージ与えてれば、次の、オープンの時に倒せるかな？いけるっしょ？じゃあ、オッケー、行くぞ！よし、あー、嘘！あー、もう、じゃあ、太いなぁ、減らんなぁ。あ、オッケー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 。パワーポーション出た。あ、しかもこれも出た。あ、もう嫌なやつお前。よし、オッケー。もう少しアーティファクトシナジーを入れていきましょう。倒した。じゃあ報酬何が出るでしょうかね。カバンだったらマジで嬉しいけども、どうだろうか。幸運つけていこうか。幸運をつけて、クリアしましょう。お願いします。エレメントのカバンの255以上、256だったら最高。あー、こういうことよくあるよね。はい、ということで今日は残念ながらハーベスターでした。なかなかね、アーティファクトがあそこで出るチャンスっていうのが少ないんだよね。毎日更新はされるんだけども、あそこになるっていう確証もないし、アーティファクトが出るっていうことも毎日じゃないので、なかなか厳しいです。でもね、256、そんぐらいを狙っていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。